ライオン、ライオン、カフェでバイトだ、ライオン。おはようございます、ししらぼたんです。ちょっとさ、今日さ、サムネをさ銃持ってるししろにしたらさ、なんか事件起こす側でくさみたいなさ多分この携帯の持ち主がこの人だと思うんだけど、なんかやだな、ちょっと話しかけんのいか怪しすぎるな、これいかにも追従してくる。怖っ。いや、普通に怖いよ、これ。いや、確かにメガテンに出てきそう。いや、メガテンにおりそうやな。なあ、でも店閉めろって言われてもね、そんな権限、バイトの自分にはないっすよ。あ、え？なんや。ビビューンとか言ってたけど。コーヒーとアメリカンワッフルとアップルパイとキャラメルスコーンです。毎度。お気に。前すぎない？ちょっとさ。ね、サムネの銃使いてえな。あ、もう一個下か。壁ドンされそう。何、誰？すげえドヤ顔してる。めっちゃびっくりしたでしょみたいな。すいません。あんまりびっくりせず、ほんとすいません。びっくりポイントだったのかな？自分の荷物を片付けて先輩に話しかける。びっくりした。ぶっちゃけお母さんよりびっくりした、今。実は、私、ストーカーに会ってるかもしれなくて、怖いんです。ははは、誰もお前なんか興味ねえよ。辛辣だな。なんかあったら俺が助けてやるよ。ははは。待て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 。待て待て、助けてやるとか言って帰るな帰るな。おーい。おーい、帰るな。おーい。助けてやるって何なんですか、先輩。先輩。先輩、帰らないで。先輩。ああ、先輩が帰っちゃったよ。はよ乗れ。いや、これちょっと段差でこけてたやろ、今。あ、着いた。お。めっちゃ見た。運ばれてった。降りろよ、お前も。なんで運ばれてんだよ。なんで、なんで運ばれてんのよ。降りろよ、お前。ストーカーだったら一緒に降りろ。何運ばれとんねん、お前。先輩、あれ。すいません。あ白心の叫び声やったな。驚かせんじゃねえよ。なんか怪しいやつ来たぞ。なに、なに、裸じゃない上。でもさ、上半身裸ってどうなの？別にじゃない？法律的にアウトなの？全裸はアウトだろうけど、下履いてるしな。え、え、ん？なにこれ？待って、なんか変なのできてる。なになになに？ちょ待って、出れる？あ。え、なになに？え？なに？え？カウントダウン始まってる。え、誰？え、誰誰誰？え、なんか、え、なに？ラテ？え、なんかこれ作らないと死ぬやつ？恐ろしいね。見えねえ。え、でも入んないんだよね。え、なんかある？あ、ん？あ、誰か出てきた。12月17日。もうやめちまえ、バイト。
ダメだよこれ以上こんな。看板をクローズドにする。勢い良すぎやろ。間に合わなかったね。クロダメです。もうクローズドです。オープンじゃないです。これオープンだったら入ってこれたのかな。ドライバー。これであいつと戦うってこと？はしごあるからさ、上に行くのかなと思うんだけど、これ、ちょっと気になるな。目を刺せば勝ち目あるのだよ。あめっちゃ棒持って走ってきた。目刺せ、目を刺すんだ、目を刺せ目を。あ、ダメか。これちょっと反応速度が遅かったね。あ、リトライできんの。これはね、今はね、目を刺すべきだったね。よかった、楽しかった。でもちょっと今回笑うシーン多すぎてちょっとダメだったな。ホラーというより私の中ではちょっと面白かった。ホラーかなーって感じだったけど。